そしてその夜、夕食へ向かう5人のアイドルと1羽のチキン。うるさーい、一行がお店へ入ると、こんばんは。豚さんの絵描いてなぁ、チキンなぁ、結果出たから、チキンなぁ、チキン、チキン。まあ明日はこんな恥ずかしめを受けぬよう、これを食べて元気をつけろ。わぁ、すごい、やべぇ、早く食べたい。あれなんか、あれサイノンは今日一番のチキンだった宮沢にはもちろん、なにこれ、もしかしてこれチキン、チキンだったね。いやだ、ちょっと待って、おかしいでしょ。じゃあみんなもいただいて、やだ、いただきます。はい、サイちゃん見て、初めて、オージービーチキンってなんだ、早く食べなよ、早く。食べないのって残念だね。肉汁半端ないよ。チキン、チキン食べな。食べてやる。食べてやる。そんなこと言っちゃダメなんだって。やだよ。もうこんなん日本でも食べれるじゃんだって。いただきます。美味しい。よかった。よかったね。明日はいよいよそれして本番ですよ。ね。はい、やばい、怖い怖い、なんかその T シャツ着るのだけは嫌。多分明日もサヤが着てると思う。なんでそういうこと言うの。分かった、じゃあサヤ、分かった、じゃあサヤ飛ぶとき絶対鳥になる。鳥になる、もう羽ばたくから、うん、怖くても。私飛ぶときはなんか一発ギャグ的なもの残していきたい。マジで、ね、言うとね、耳やるんでしょ。やる、キャッチやるよ。サヤ絶対鳥になる、なんかやる。じゃあ3人、じゃあ元気って叫びます。元気自分のキャッチフレーズ変顔します、変顔します。変顔、言ったな、はい。知らないぞ、言ったな。オッケー、坂野は私何やってるのかな。何がいい。じゃあ、天使のお尻ってやつ。絶対嫌いでしょ。何でそういうこと。だって、こう捕まってんじゃん。チキン、チキンのチキン。早い、早い、早い。のやろう、じゃあやる。いや、みんなそれぞれやろう、絶対、うん、やろうぜ、みんなで、明日ね。じゃあ、私ダジャレ言うことにした。ダジャレ迫る恐怖に目標を掲げて自らを奮い立たす6人。自分たちで言い出したんだからちゃんとやってくれよな。そしてスカイダイビング本番当日。いやー、ついに今日という日が来てしまいましたけれども、まあ今日ね、晴れにも恵まれたし、天気もいいの、すごい天気もね、応援してくれてるよ。風もそんなないの。雨降れば、ね、飛ばなくていい感じになるから、多分人口が、人口が、まあ願って沸きました。ここでお待ちかね、仲間たちからの嬉しい応援 VTR だ。皆さんこんにちは、渡辺です。こんにちは、柏木です。ではオーストラリアの天気をお伝えします。あ、本物や、お天気姉さん、お天気をお姉さん、お天気お姉さん、はい、こちらがオーストラリアですね。渡辺さん、絵がお上手ですね。最近趣味でデッサンを始めましたの。デッサンレベルじゃないですか。では明日のオーストラリアの天気は、明日なの、今日にしてるな。大体晴れでしょう。大体か。いいお天気に恵まれるということですか。そうですね、まあ大体ですけど晴れです。まあところによっては一時雨でしょう。まあ大きいですからね、オーストラリアは。まあところによってはそうなっちゃいますよね。以上、オーストラリアのお天気でした。ごきげんよう。何にも面白くないよね。でも逆になんかちょっとイラッときたから、そのイラッとで飛べそうな気しない。なんかこの野郎つける感じね。腹立つね、あれ腹立つね。応援メッセージへの怒りから闘志が湧いてきたチキンメンバーたち、いざスカイダイビングへ。
と思いきや、え、何これ、何ですか、はぁ、意味わかんないんですけど。だってもう行くとこわかってんじゃん。スタッフから配られたのは不穏なアイマスク。そうそう、どこ行くの、わかんない。で、どうすればいいので、どうすんの、本当にどうすんの、何がしたい、なんです。実はいきなり地上4800メートルのスカイダイビングは厳しかろうと、スタッフはある予行演習を用意したのだ。いやだ、それは怖い。次も、はい、次、次も、痛い痛い痛い、なんか、あ、強い匂いがする。次の、ピッチッどこまで行くの、怖い怖い怖い、ねえ、何みたいになってない、これ、滝、待って待って待って、え、滝っぽいやろ、え、木の匂いがする、あ、え、どこ、テラスや、ね、眩しい、え、うわ、あ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 、そう、飛んでるやんか、あ、びっくりした、気づかなかった、 T シャツおかしい。今日の恐怖心克服メニューはバンジージャンプです。まだあったんだ、3分間で飛んでください。はっ、はぁ、え、リミットあんの、無理でしょ、無理、嫌なんだけど。バンジージャンプ、日本には存在しない高さ48メートルから下の池スレスレにジャンプ、3分で飛べないとチキン決定だ。で、ここファイティン、さよならさよならってなんか嫌だな、死にに行くみたいな、階段っていうのね、またなんか一歩一歩ね登った感じ、あ、もうやだ、いやだってここの時点でも結構高いよ。いや、これみんなで登ってって大丈夫なの、ズコンとかにない、やめて、もう高くないですか、ここ、あ、何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 、もうこの高さでもトカゲです、そう、私ダメだろう、くしゃ、え、これ何、半分ぐらい、え、だって意味わかんない、だってさ、木よりも上来てんだよ、確かに、すごい、てか言うならば山の頂上に近いっていう、やばい、息が荒くなってきた、まだ息が荒い、私もう無理なんだけど、下高い、もう無理、うわ、もう無理だ、無理、スカイダイビングのわずか100分の1 48メートルにビビるチキンメンバー、あー無理だこれ、おかしいでしょ、自然より上にいるって絶対見えない、え、おっと、誰か元気づけてくれる人いないわけ、うちらをご期待とあらば、え、ある、マジ、あんま期待できないものなんですけど、おー、バンジーね、バンジーのことだったらもう友達に何でも聞いて大丈夫ですか、はい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 、板のバンジー大事なんですか、ですね、はい、バンジージャンプのゴムは太いように見えますが、うんうん、一本一本はこのような輪ゴムのような細いゴムでできてるんですよ、じゃあこの子何言ってんの、細かったらやばくない、やばくない、おい、ちょっと持って、意味わかんないんだけど、ほら、簡単できました、めっちゃ簡単、やばくない、そう、ゆうちゃったよじゃないよ、あの子たち何言ってんの、こっちはもうサマコ取り切れとるわもう、ね、ただのね不安な材料にしか、そういうとこあるよね、あの二人ね、ちょっと切れてる、ちょっと切れてる、夏みやばくない、夏みやばくない、それは暑い汗のと冷や汗混じってる感じ、冷や汗多分、でも毛穴という毛穴からさっきから生首みたいなのが絶えないよね、冷や汗ってさ、冷えてるから冷や汗ってるの、ちぎる、びっくりした、言葉悪くなってきちゃって順番決める、まずじゃあ昨日を振り返ろうぜ、お前はチキンだったお前は確かにチキンだった、お前は確かにチキンだった吹っ切れたでしょうね、何吹っ切れたでしょう、チキンやねもじゃあ、言ってくれる？あれ？止まった。動きが止まりましたよ、メイドさん。どこにサヤカがいたらどうすんだろうな。いや、サヤカもね。サヤカね、サヤカね、韓国の時に降下訓練っていうのがあって、11メートルぐらいのとこから飛んだんだけど、あいつ切れてたもん、最初。切れてた？できねえんだ。本当に、同じパターンだから。あ。私同じパターンだよ、切れた同じパターン切れたパターンがどうしたんす、いいよ、じゃあ同じでもいい、だから、うん、そういう人は最初に言ってもらわないと、あ、逆に、なるほど、でも私が飛んだらみんな飛ぶの、じゃあ飛ぶって約束する、するよね、ね、ティキンティキンティキン、無駄に発言、言ってもらわないででしょ、でしょ
前3秒で泣き言われたら3秒で泣けるもんだってそうマジで見ちゃダメ見ちゃダメ、うん、1行く、うん、かっこいいできる女すげえなやっぱ今はやっぱまあ AKB、SKE の順番に行っちゃうでも、ミーよりも多分やっぱでもそれはほら、やっぱ年下っていう、うん、そうですよね年上が先にっていう AKB はそういう感じじゃなかったけどね、まあ、全然違うけどじゃあ2番いきます頑張ろう強いな、マジで、でも発音パワー発音パワー日本釣り3番どうする中だるみだよ3番そんなことないよ一発ガツンとかませないとそんなことだよ学校の時中だるみの2年3年って言われたもん2年3年2年ね多分、うん、3年まで中だるみいっちゃう中だるみじゃないっていうところ見しちゃうああそうだ私は中だるみじゃない私はみんなでしょみんなみんな私は中だるみじゃないよいや3番行こう本当に本当に、はい、中だるみ4番何年だよ山年だよ私一番最後やな4番はいいんだよ4番のロカイよ本当にしゃがみたい4番でいいか4番しゃがみたいってしゃがみさんだしゃがみさんしゃがみさんじゃちょっとしゃがんでてしゃがみさんとやがみさんじゃあ5番いくみたいにしゃがんだからじゃあしゃがみさん最後大激論の結果、恐怖の3分間バンジーはご覧の順に We are not the chicken! バンジー頑張ろう頑張ろう頑張ろう頑張りましたよっしゃはい、ここで収録は一旦ストップするがこっから、さあこっからですごめんなさいえこうスタンバイするのこうスタンバイいたなくないどこでどこでいや見ちゃダメだって見ちゃダメだよ私ね今覗いたら自分がそのまま飛んじゃいそうな気がするだったら気絶しちゃいそうですもんわかる気絶怖いってどこに立つどこに、ね、本当にどうしよう気失った顔したらみんなに探すのやだなんでこんな気がするんだよ